俺と一緒に東京大学に反乱を起こす仲間を募集します。お久しぶりです。ハローランチ、ベテランチサブですけど、まあ今日テスト受けてましてね、まあテストの出来は、まあ悪かったとかじゃないねんけど、悪くはなかったんすけど、なんかその医学部の友達いた方がええなっていう、そのテスト受けた結論を持って、別にテストできんかったからとかじゃないんすけど、その医学部の友達おったら、なんやろ、そのテストの情報とか、まあ、過去問とか、まあ、過去問は僕持ってるんすけど、なんかこういう勉強した方がいいとか、まあ、教えてもらえるかなっていう、でまあ反乱軍、俺と一緒に東京大学に反乱を起こさないかっていうことなんですけど、まあ金髪にしてね、金髪って言うんかな、これ謎のなんて言うのこれ、美容院行ったんですけど、高校の同級生が紹介してくれた美容院みたいな行って、でなんかそこで染めたら結構いい感じだったよみたいな教えてくれて、インスタで誰か知ってないですかって聞いたら、でなんか行ったら、なんか UFO が趣味 UFO とスピリチュアルの女性の美容師さんに当たって、でなんかその前頭を金髪にするんじゃなくて、基本黒がその下にあって、でその上から金髪がある状態みたいなことを言ったんですけど、なんか言ったら、いやなんか私の感覚だと、私的になんかそのこう普通にこうパーっていくんじゃなくて、まだらになった方がいいかなって思ってみたいな、で俺はもうなんかビビったらもう負けやと思って、ああまあお姉さんがそれがかっこいいと思うんだったらそれにしましょうよみたいな言って、なんか動物みたいな感じっていうかみたいな、モルモットみたいな感じでみたいな、でこれになって、でなんかできてどうすかねみたいな、まあ僕はしっくり、別にしっくりきますけどねみたいな、まあ一応ほんまは少年革命家ユタボンみたいやなって思ったんやけど、ちょっと完成した瞬間なんやこの少年革命家ユタボンのような趣はと思ったんやけど、まあ全然しっくりきますねみたいな、なんかちょっと変な髪色にしてしたぐらいでひよってると思われたら、ひよってるやついるよなって思われたらちょっと困るから、え、まあ全然違和感ないっすけどねみたいな、普通っすけどねみたいな言ったら、いやまあ私の感覚では全然これいいと思うんすけど、まあ違和しないですねって言われて、違和しないらしい、違和しない髪型にさすなよ客を、でまあでもこの金髪になったからにはやっぱり東京大学にまあ反乱を起こす反乱軍として活動していきたいわけなんですけど、まあ条件3つあって反乱軍に入る条件3つ、まず1つ、医学に詳しいこと、これまず第一条件ね。なんでかっていうと、やっぱりこの暗、なんでかっていうとこの反乱軍はやっぱ結局俺をリーダーとした組織なんで、反乱軍やっぱリーダーを支える、反乱軍のリーダーであるベテランチサブをまず支えられる人材、それがまあ医学に詳しいと。ちょっとごめん、ヒゲがちょっと試験やったから剃ってなくて。でもう一つの条件、これが留年生をバカにしないこと。なんでかっていうと、やっぱこの反乱軍はリーダー俺として活動していくわけやんか、ベテランチサブさんを。だこのベテランチサブさんがやっぱバカにされるような集団だと良くないわけよね。だリスペクトを持って、ベテランチサブさんに接する、バカにしない。で3つ目の条件、
3つ目の条件が敬語を使えること。うん、やっぱな、年上には敬語使えるやつ、うん、これがやっぱ反乱軍の、まあ、一員としてはやっぱふさわしい。うん、去年はいたんすけどね、友達、チャンネル栗林とか栗林先輩とか、うん、今もうあいつしかおらんねんから、坊主メガネしかおらんねんから、デュエルマスターズばっかやってる坊主メガネしかもう一緒に留年したやつおらんねんからはい、なんでね、一緒に内部から東京大学を壊さないか、うん、って思ってます。はい、でちょっと反乱軍の歌作った。うん、まあみんなもこれでさ、東京大学に革命を巻き起こす反乱軍、ベテランチサブ反乱軍の一員になる覚悟決心がついたと思うんやけど、歌作ったから、その歌みんなで覚えて一緒に歌おうな、反乱軍のみんなで毎朝。じゃあ行きます。反乱軍の力を合わせてやっつけろ、反乱軍の力を合わせてやっつけろ、内側から崩壊させよう東京大学、内側から崩壊させよう東京大学、っていうね、歌詞の構成が AABB になってるっていう珍しい歌なんですけど、普通は ABAB なんじゃないかと思われるでしょうが、反乱軍のねテーマソングは、ベテランサブ反乱軍のテーマソングは AABB になってるっていうね歌詞が、はい、覚えてください。ってことで、ベテランチ反乱軍、ベテランチサブか、ベテランチサブ反乱軍の入会者募集、まあ、リアルに言うと医学を教えてくれる友達募集、うん、です。もう最悪ほんま先輩でもいい、うん、助けてくれ、チャンネル栗林と河野ゆかり、去年はあなたたちがいたから、あとサグサグとその3人、まあ、教えてもらってはなかったけど、今年はもう俺と丸顔坊主だけになっちゃった。反乱軍の力を合わせてやっつけろ、内側から崩壊させよう東京大学。ということで、ありがとうございました。